わ、美味しそう。熱いのでちょっとお気をつけていただきまして。はい、すごい全体的に旬のまつめっちゃ美味しい、はい、そちらでコーヒーをちょっと使っていただいて。コーヒー、はい、ペロって食べれちゃう。芦原橋ですね、こちらは。だこの辺って結構ね、多分芸人さんが陽気住んでたりするんですよね。はいはいはい。なんですかね、安くてちょうど難波にも近かったりするっていう、ちょうどいい場所だったりするんですよね。あ、こちらですか、チャオさん。あ、いいです、いい感じの喫茶店ですね。ちょっとお邪魔しましょう。こんにちは。あ、お願いします。はい、こんにちは。お邪魔します。すいません。どちらに座らせてもらいます。すいません、よろしければこちらお座りいただきまして。ここですか。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、どうも。あ、いいですね、レンガの壁で。 ありがとうございます、はい、芦原橋で50年以上地元の人から愛され続ける喫茶店チャオ。昭和の風情が色濃く残る店内でゆったりとした時間を過ごすことができます。なんかすごい、ま、ザ・町喫茶みたいな感じで。 ありがとうございます、はい、ホットホームな感じがしますよね。 ありがとうございます。チャオさん、はい、フレンチトーストとか。あ、ございます。はい、おすすめの飲み物、はい、ドリンクって。そう、飲み物、こちら おすすめのドリンクがですね、はい、レモネードになっておりまして。あ、レモネード。はい。あ、いいですね。はい、ちょっと自分のところで作りさせてもらって。え、自分、え、こちらで作ってるんですか、レモネード。はい、そうなんです。うわ、それ手作りレモネードを。はい、これは飲みたいな。 ありがとうございます。いいですか。はい、承知いたしました。はい、お願いします。はい、わかりました。すいません、そしたらレモネード一つと、フレンチトースト一つお願いします。あ、フレンチトーストもいいんですか。あ、ちょっと、いいですよ。いいですか。はい、いいですか。あ、じゃあフレンチトーストも。あ、いいですか、すいません。フレンチトーストも、はい、めっちゃ買ってますもんね。そうなんですよ。これもね、まあ、もちろん自分のところで作ってるんですけども。いや、これ美味しそうやな、はい、ありがとうございます。フレンチトーストもお願いします。はい、あ、承知しました。はい、はい、はい、すいません、お待たせいたしました、はい、はい、こちらまずごめんなさい、フレンチトーストでございます。わー、わ、美味しそう。熱いのでちょっとお気をつけていただきまして。はい、すごい。はい、あと、こちらがめっちゃいい匂い。どうぞ。はい、失礼いたします。ありがとうございます。はい、すいません。このレモネードが、はい、こちらが自家製っていうことですね。そうです、はい。どうやって作るんですか、レモネード。レモネードは、そうですね、レモンこうずっともう輪切りにしまして、はい、それであとそこに、蜂蜜と氷砂糖を入れさせていただきまして。氷砂糖、はい、それで2週間ぐらいつけて、ほんでもう氷砂糖がなくなった頃合いで、お出しさせていただいているという形で。ああ、なくなるっていくんだ、はい、だから梅酒作るみたいな感じですね。あ、そうです、そうです、それに近いですね、はい。じゃちょっといただきます。はい、ありがとうございます。どうぞ。うん、すごい濃厚。いや、本当にその梅酒じゃないですけど、はい、アルコールの入ってないレモン酒みたいな濃厚さ。 ありがとうございます。いや、美味しい、これは。じゃあちょっとフレンチトーストもいただいて。はい、どうぞ。いただきます。うわ、すごい、もう全体的に旬でますね。 ありがとうございます。いただきます。あ、熱い。あ、めっちゃ美味しい。あ、ありがとうございます。ペロって食べれちゃう。そちらでコーヒーをちょっと使っていただいて。そうなんです、はい、そうなんです。パンに卵を漬け込む際、隠し味にコーヒーを混ぜ合わせているそう。こうすることでコクや風味が際立つのだとか。さらにフライパンにもコーヒーを入れて丁寧に焼き上げます。ほろ苦さが口に広がる大人の味わいのフレンチトースト。もう一つの方はもう本当にそのままのプレーンの味でお召し上がりいただいてということなんです。こっちとこっち味が違うってこと。そうなんです、はい、2種類なんですね。はい、僕松原谷氏と言いますけれども、はいはい、どこかでなんか知ってくれてたりとかって。はい、私ですね、よくこうケーブルテレビとかとあれで、はい、夜中にこう怪談の番組やってます、はい、それで谷さんを、はい、見たことありまして。 ありがとうございます。まさか来ていただけるとちょっと思ってなくて、ほんまか言うてちょっとびっくりしてるんですけど。いやいや、嬉しいですね、
そうなんです。もともとオカルトみたいなのが好きだったってことですか。そうです。事故物件ってね、あの、はい、ね、おっしゃってたけど、私自身そのまあ変な話ですけど、まあずっとあの18から、京都の方に住んでまして、3つ住んだんですけど、3つともけったなことが起こるっていうところだったので、お、はい、これはちょっと香ばしいぞ、ちょっと待ってください。ちょっと聞きますよ。え、はい、3つ3つ住んで、はい、で、まあ、1つ目はまあ私 の, あの、まあ、学校の大学の近所やったんですけれども、はい、そこ住んで2日目ぐらいに、まあ、何でしょう、突然夜中にカタカタカタって音がして、何かいなって思って、はい、まあ寝とって気にせずにしてたんですけど、ほんなら次にね、ギターが勝手になりだしたんです。すげえ。そう、それもなんかコード、まあ、C コードっていうのがあって、ジャーンって、すげえ、そんなことあるかみたいな、その現象初めて聞いた。そう、私自身ね、実はあの占いができるんです。あ、占いできるんですか。はい、そうですよ、占いをしておりまして。どうやって占い。私花札を使って占いをするんですね。花札占い。そうなんです。初めて聞いた。はい、あ、よろしくお願いします。はい、え、でかい花札が。いや、じゃあ、あの中になんかいろんなもの入ってるか。じゃあこれ松原さん、今日はどのようなことを見させていただきましょう。未来じゃないですかね。未来、はい、あ、承知いたしました、ええ、そしたら未来どのようになるかっていうね、ちょっと見させていただこうと思うんですけれども、はい、それではごめんなさい、こちらですね、 4、まあ、4分割大体でいいのでしていただいてよろしいでしょうか。4分割、はい、均等にですか。あ、もうあの適当で結構です。ちょっとこちら括弧の方からごめんなさい、見させていただきます。はい、あのこれ松原さん、あの芸人今されてるっていうことだと思うんですけれども、はい、あのすごい良かったと思います。であの入られた会社の僕は良かったと思います。松竹芸能現在の状況なんですが、今ね、ごめんなさい、これ私見させてもらうのどうかっていうと、はい、これ2つの意味があるんですね、うん、何かっていうと、松原さんのその何て言うかな、今の時間であったりとか、はい、体であったりとか、あと、体力お金とかそういったものに関して、はい、何やろ、今ちょっと消費がかなり激しい状態なのかなっていうふうに思います。体力お金時間、はい、っていうのは、それが自分で例えばこう何か物を買うとか、はい、そういったことじゃなくて、うん、まあ、使わされてるっていう言葉はあんまよくないんですけれども、はい、あのそういったところで何かこう消耗してはるような気がいたします。ほう、ただこれもう一個の意味は、その時間だったりとか体力が何て言うか、こう将来のためにつながる状況であると、つながる可能性がある。そして3つ目は近い未来の占い、かなりいい出会いが待っているとのこと。じゃあこれちょっと、今年の冬以降ですね、どうなるかというと、冬以降ね、すごいいいんです。あのこれね、あの自由に動けるっていう札があるんです。ほう、だお仕事もそうやし、であと、まあ、なんていうかな、こう自分の私生活もそうやと思うんやけれども、はい、あの結構自由になるのかなというふうに私は思います。はい、それで松原さん の, そのやりたいことを、もっと深くできるようになるし、でまた教えてくれはる人と巡り合うと思います。どういうふうにやっていったらええんやろうかっていうね、こととか、まあ、あの私生活含めてやと思います。こういう仕事がしたいって言ったら、こういうふうに、まあ、いろんないい仕事が入ってくれるし、こういうふうに行きたいんや、こういうふうに時間使いたいんやっていうのがあのあれば、それはもう自由に僕は行くと思うんです。はい、だけどやっぱりあの、ね、今年多分ちょっと大変なのかなと思います。今年がですか。今年がですね。そう、それこそ秋までちょっと大変やと思うけれども、秋まで、はい、それ乗り切ってくれはったら多分良いかなと思います。これって花札のもちろん何が出るかっていうのがその時、そしてその人が選んだタイミング次第っていうのもあるんだけど、はい、でもマスターがその札を出た時に目の前にいる人を観察しつつ の, あのどういう意味なんだろうっていう解釈っていう部分が素晴らしいなと思ったんです。もしかしたらね、良、はい、くないのが出た時に、はいはい、そういうアドバイスをされるのかもしれないですけど、はい、全部愛があるんだよね。いやだからこれはすごい、人を救う占いだなって思っちゃいました。この占いでなんか救われる人とか、まあ、背中を押される人いらっしゃるんだろうなっていうのを感じましたね。 ありがとうございます、はい。